つくば市立州法つくば義務教育学校は、茨城県つくば市法上にある公立の義務教育学校。つくば市では、市内全域で小中一貫教育を実施しており、2018年5月、現在、つくば市に4校設置されている義務教育学校の一つである。2018年3月まで、つくば法学園、つくばゆりが丘学園として、 小中一貫教育を行っていた7小学校とに中学校を統合して、筑波市役所筑波庁舎の跡地に新設した。当初は2017年4月に、筑波、タ北条、上、小田の4小学校と筑波東中学校を統合して、先行開校し、1年後にさらに4校を統合する予定であったが、校舎の建設工事が遅れたため、1年延期され、9校を、 同時統合して2018年4月1日に開校した。なお延期決定時に公明も再検討するとされたが、集法筑波義務教育学校がそのまま採用された。敷地面積は4万1334.36平方メートル。校舎は鉄筋コンクリート構造3階建てで、延べ床面積は1万5442.92平方メートルである。 教訓は自主、友愛、競争。2012年5月6日に、北条を襲った竜巻を教訓に、防災教育を行っている。2018年4月20日には竜巻を想定した、被内訓練を実施した。学区は以下の通りである。全校児童、生徒約1100人のうち約700人は20代のスクールバスに分譲して通学しており、最も遠距離の児童。 生徒は約30分かけてバス通学する。田中、水森、山木、和大、上沢、田水さん、沼田、国松、上大島、つくば、上群、宇水小沢、杉木、うるし大抜き、北条、君島、泉、小泉、山口、平沢、小田、北大田、小和田、大型、下大島、佐久国、あじき、寺具、赤石。 中須賀間、上須賀間、ほらた、池田、高谷原神殿、磯部、ありがとうございます。